山張ろっかな。だって8分の2当てればいいんでしょ。8分の2だったら当てれそう。あ、ちょ、怖い怖い怖い。あ、みんないるね、みんないるね、みんないるね。だってほんとさ、どのタイミングでやるかすごい悩むな。どうしようかな。寝るでいいか。そのアモングアスとかも1ヶ月とか前からこのメンバー集めて、でみんなの都合のいい日いつですかみたいな感じで、なんかアンケート取って決めたりするから結構時間かかるんだよね。そうだから今回この突発でアモングアスできるっていうのが結構かなりすごいことで、どっかで殺してきてたりしないかな。おお、吹雪先輩は今んところ信じられる。隅っことかがいいよな。いやー、これちゃんやっとく、今のこれちゃんやっとくべきだったか。よし、ここら辺にしたい。がない限りは。ああ、殺しに来たか。あ、小百合守護月天だ。じゃあまだ誰も死んでないんだ。ずっといる、ずっといる。なんかこの人たちずっといて怖いんですけど。いや、何、ねねち絶対違うやん。ねねちちょっと怪しくないか。ああ、向こうだ。やっぱ怖。あ、待って、でも死ぬかもしれない。なんかやられてるかもしれない。あれ、あれ、二人ともいない。あれ、あれ、二人ともいなくない。わっ、二人ともインポスターだ、これ。やばい、変身解除解けるな。おしし、今のはクロエだね。え、 Did she just happen to be here? 誰か、誰？おお、二人いた。え、嘘だろ？嘘だろ？嘘だろ？ここで？ここで？ここね？まさかの？現れる？ポルカ？そして？誰か殺さねばまずい。OK、that was ポルカ。クロエ怪しいな。よしよし。はっ、電気室、うち誰がいたんだろう。見ちゃった、見ちゃった。ちょっと待って、誰かわかるぞ。見ちゃった、今ね、ロボコちゃん見ちゃったね、これ。見てないよ、見ちゃった。見たの？そこが赤鼻のピエロさん。どうして、目の前で食った肉はうまかったか。今なんかさっき原子炉やって、原子炉とセキュリティルーム、前回もあるしな。間だね、間でやったんだ。十字路、そう。変装の可能性はないの？あー、そっか、あー、そっか、シフターかどうかわかんないな。シェイプシフターはなんか働いてるっぽいなっていう動きはあったんだよね。なんかでもポルカ先輩が今原子炉に来たって言ってたなら、もう原子炉に来たわけじゃない可能性もあるのか。いや、やったよ俺って話をしたんだよ。やったよ俺って話。やっと丸だったか。そのやったよじゃないんだよね。僕ね、でもね、今ちょっと怖かったのが、ポルカのそのやってるところを押す瞬間に吹雪に殺されるって思ったの。おお、すげえ。アイリスが死んでるんだったら二人キルしていることになるんじゃないの？いや、アイリス先輩がポルカ先輩と一緒にいて、そうそうそう、そっかそっか。あ、じゃあこれは別の人に殺されたんか。そうそうそう、だからわかんない。ごめんだが、マジでポルカそれ知らない。あの時でも現場に、でもとりあえずポルカを釣らない？オッケー、釣ろう。怖い、それは。あと3秒だよ。でもね、ちょっと待ってほしいんだけど、シェイプシフターは絶対、あと3秒だから、とりあえずじゃない？これは絶対にいると思うんです。一応釣っといた。ポルカも発言を荒らしてるからじゃない？愚かなピエロ。ポルカいないか。すまん、ポルカ。え、ネニッチ、なんでまた僕のこと怪しいんだ？え、ロボロボ先輩消えたよね。なんだったらパラダイスも消えたよね。え、やっぱ、え、インポスターの人数って増えてないよね。もう3年間くらいあんまやってるのに、まだわかんないんだけど。ポルポルなの？どうした？ポルポルでしたね。
ですよね、ポルカ先輩ですよね。何の話、何の話、何の話。え、じゃあもう一人誰？え、何か。もう一人誰？言うわけねえじゃん。おっしゃおか。みんな生きてる？どうしたの？坂本気になったのはさっきの話の時の所在地なんですけど、モレ先輩はどこにいたんですか？あ、コロネ？はい。そう、なんかコロネが右にいたんだっけ？はい、待ってください。ねえ、サボタージュ入れてくるはずだから。位置関係を考えていくと、一人しかいなくて右側にいたのが、モレ先輩以外ありえなくて、で、左に見てないってことは多分、もう確実にそうなんじゃないかなって思ってて、待って待って待って、クロエちゃん、クロエちゃん、クロエちゃん、パラダイスシェイプのクロエちゃん、パラダイスシェイプ吹雪先輩なんか違いました。でも真ん中の可能性もありえるよ。真ん中って何なの？真ん中もありえたとしても真ん中が人が出入りしてるから。いいぞクロエ、名推理だ。お前はなんてやすごいやつなんだ本当に。中央にすれ違った段階で見てないなら、お前にしかついていかんで。ほんまにクロエ、コネはね、多分ナビゲーションにいたと思うんだな。あ、でもそこで正直になるのはすごく正直だな。いなかったような気もするけど。ちょっと、いなかった。おい、ネネ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 も行った。やったな、ふがき。潜伏で、このまま潜伏で行くぞ。ベッドだぞ、できないの。一番だね。生きてる、2秒生きてる。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん。え、でもクロちゃんはでもさっき、でもゲン、どっち、ゲン、いや、坂本はゲンスローしましたし。え、どうなの。あれ、違うのか。うわ、ロボロボ先輩なんじゃないのこれ。ありがとう、坂本。いやいや、ひどい、ひどいよ、こんなのひどいよ。何もしてないじゃんか。あらららら、誰にやられた？あの、ポルカにやられました。ポルカ。ノーノーと生きやがって、マジで。ノーノーと生きやがって。あれ、ポルカ、え、ポルカ、え、待って、つられた。あれ、あれ、ポルカ死んでるじゃん、なんで。なんで？つられた、つられた。つられたのか。かわいそう。かわいそう。どっちなんだよ、ノーノーと行きやがって。やばい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 。あ、危ない。あれ、今のふぶ、よし。ふぶちゃん、ふぶちゃんに会った。ふぶちゃんに会ってる、会ってる、ふぶちゃんに会ってる。やめて。ねねねとふき、仲良しすぎない？坂本がいる、ふぶきがいる、アピールめっちゃしてる。見てる、ついてる、見てる。あ、難しいんだよな、難しいんだよな、ここから、ここから本当に難しい。ねねちはどこにいたんだっけ？一人行動だったんだっけ？ふぶき先輩見えたな。左がふぶき先輩がやってくれてると信じて。あれ？こっち来た。ん？怪しいな。でも押せないんだよな、坂本。ああ。いや、ここでやるべきではない。多分こっち側、あ、やってる。あそこ、誰かやってくれてるはず。え、誰もやってないの？え、なんで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 ？あ、やばいやばいやばい。161。
っぱあ、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 船長です。あ、ちょっと難しい船長え、ここ広いからさ、離れてる人さやれるよね、多分だけど。あ、雪降っとるよ。あ、怖い怖い怖い。スタック切る怖い。こっちに置く。俺が守護天使だ。絶対に守ってやるから。船長が直すんでね。はい、はい、船長が直します。ネネチ、ネネチ見てました？マリンが直したんですからね。あ、もう一人、もう一人、フブちゃん。フブちゃんね、了解。なんかそれなら、いける気がする。はじめは人は死なないもんだからね。死なないから仕事しちゃうもんね。これみんなのやつ見えるんじゃない？おい、デッドしてる。赤誰？わ、ここのタスク全然わかんねえ。どこにあるんだこれ。こうピーピーってやって、ピーピーってやって。また、あ、待って、電気消しちゃった。やばい。デッドアライブチェック。え、ちょ、ポルカー！お、死んね、あー、ポルポル信じてたのにー。 Laboratory fixed lights again? Thankfully I'm pretty close to lights. Huh? いや、自分で通報とかありえねー。はい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 てたのに。アイリス今やったね。え、今ではない今。え、ね、いや、私ちょうど今あれライトに向かってたんですよね。で、全然死体とかも何も見かけなくて、パラダイスも見かけなかった。ライトがパラダイスからかな。で、私しかいないなと思って、ライトをちょうど画面開いてたら、なんか誰か死んでて、それで誰かが報告したみたいで、え、なんか通報マークが出て、パラダイスさん、ここからまだ行けるよ。で、一緒にアイリスと歩いてたよ今。え、ポルカね、あのピー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 してた時あったじゃん。ピーピーしてる時には死んでたよ、ポルカ。そうなんだよ。バイタル見たんだけど、え、ちょっと待って、暗くなる前に死んでるポルカ。え、ポルカでも左側だよね、多分死んだのって。なんで泳がせられてんの、ポルカ。どこで死んでました？入り口入るところで、入り口入るところ。え、死体あった？うん。え、どこで死体を見つけて、入り口なのか。見つけてないよ。どっちの入り口ですか？え、電気室入るとこで見つけたいの。見つけないのに。ってことはもう一人いたってこと？いや、なんとなくパラダイスじゃない気がするんだよね。それちなみに坂本も電気室の近くにいましたよ。それも面白い。じゃあ坂本もやしいやん。めっちゃ優越ポジやね。パラダイス一緒にいたの、本当に。本当に。え、でも、え、今一緒に歩いてたね、一緒に。え、全然気づかない。おい！全然気づかない。それは、でも、パラダイスさんは多分視野が見えてるんじゃないですか。多分、ボイラーパラダイスさん、多分。死体あった？何も疑われなかったな。コーネ先輩が疑われていますね、これ。どうするんでしょうか。ベキャーベー、ベーベガー、ベ、あ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 、いや、これ船長わからないですね、これね。コロネーの視野が圧倒的に広いことが、ちょっと怪しい。のと、まだキルクール開けてないはず。話しに行こう。OK。実はですね、こより電気が消える前というか、一番最初にボイラー室で、後出しは怖いな。会ってます、ポルポルと。なんで今言うねん。先に電気室につけに行ったんだろうなって感じで、電気室にその消えた時に集まった人のが容疑者だと思うんですけど、ネチ、パラダイスさん、アイリス先輩、ふぶき先輩あたりが電気室にいたって感じですかね。あ、これ自分もあのオフィスにいたんだよ。ふぶき先輩ずっと、そうそうそう、バイタル見てたからね。え、知ってたね、いたのはその三人。うん、やっぱシェイプシフター、シェイプシフターのやつ、あのが動いてるって感じかな、これ。完全に。アイリスが考えすぎてる。その3人の中の誰か一人だと思う。電気室にシェイプのまま来ることないだろうし、本当に死体で適当におっしゃったんだったら、中にいるアイリス先輩か、ネネチがどこにいるか分かってないけど、ネネチかの。今日に関しては分かんないよ。電気室にいた？
え、いた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 よ。え、電気室にいたら容疑者になっちゃうで。あ、そうそうそう。でも、アイリスちゃんもそうはなんないよ、まだ。見かけました？私も。いや、トーレも容疑者だし、アイリスも容疑者だで。そうなの？次の誰なのかなって感じ。みんな容疑者だね。なんとなく、なんとかネネチかな、じゃあ。わかんねえ。シェイクスピアがよくわかんねえ。やばい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 。いや、待って、タスクの場所教えてくれ、みんな、これ。やばい。頭脳に差がありすぎてわかんない。このねんが、ちょっと怪しさが、高みはある。高み沢はある。多分、電気室で、つけた後にみんなが解散していく中で、最後に亡くなったポルポルと、誰かがいて、その一人が殺したのでしょう。Left, left, left, 左、左。はい、左にいまーす。早っ！パラダイスがいた。これでパラダイスは多分私はそんなに疑われないと思うんだよな。てか私もパラダイスじゃない気がする。そうするとネネチなんだよな。ダメか、やんなかったか。ここではやばいやばい。 ここはもうあえてキルせずで。あ、あー、なるほどね、なるほどね。あー、なるほどね、なるほどね。スッキリスッキリ。パラダイスだ。パラダイス怖い。終わってないよと。終わってないからやってるよと。あー、見てるね、見てるね。あー、ちょっと2分殺さないでくれ人を。この間は何もできないから自分のタスクやりに行こう。しゃーなしや。もうこれでもさ、やっちゃわね。え、僕終わった？あー、パラダイスだった。やっぱり、おやーこゆちゃん、頭のいいこゆちゃんになってみよう。あ、でも言い訳された時に何にも言えない。ロボロボ先輩ならいけるか。誰今入っ、あ、ロボ先輩。うわ、なになに、来ないで。やだ、怖い。あれ、どうしようかな。あれ、どうしよう。あ、これ誰だ。ちょっと待って、誰だか分かる。あ、ロボコ先輩だ。一応緊急ボタン押しちゃおっかな。ロボコ。いや、でもアイリスだったら気づいてくれるんじゃないかな。ええ僕どう見てたから。いや、普通に緊急ボタンを押して、うん、誰か死んでるかなと思って緊急ボタンを押しました。うん、え、ちょっと待って待って待って、死んでましたね。でも緊急ボタンで今呼びました。え、聞いて聞いて。通信室でロボコ先輩とすれ違ってて今一瞬で。そう通信室。通信室で、ほんとこの何秒だろう。何秒かわかんない。ロボコの服着てた？え、アイリス先輩だと思うよ。いやいやいや。違う。ネネチとからね、どこにいました？管理室にいた。ね、エンジンの方。あ、上部。エンジンってどこっすか？あの先っちょのところ、なんか孤立してるところあるじゃん。2箇所。うん。どれだ？あ、右上と左上の。あ、ちょっと待って。あ、そう。セキュリティルームの上か。ごめん、マップ見るの間違え。あ、ブーブー言ってるからか。んいや、それはね、終わらしてて、そう。ブーブー言ったのは、坂又が押した後に、ロボコ先輩がそれこそ右に見に来て、で左から走ってきたのは、コロネ先輩とアイリス先輩だったの。待って、ネネチ一緒にあったよね、ブーブー鳴ってた時ね。あ、じゃあ、ネネチ怪しいな。え、そこ通って行っただけに。え、違うよ、本当に。弱になってんね。証拠が少なすぎる、どっちも。あ、ポコちゃん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 って落ちてた。うわ、ボタン押そうとしてねえか、ちょっとこれ。いや、ちょっと怪しくないって言ってるの、これ。これはでも、しゃかみはしてんだとアイリスか、コヨちゃんなんだよな。これ誰かシェイクスピアしてる？シェイクスピアだって。シェイクスピア。神になっちゃった。ちょっと待って。え、待って、あそこ誰か死んでない？あれ？あれまだ見つけられてないやつじゃない？これ。シェイクスピアは神じゃねえよねえ。お前が神って一体何なんだよ。シェイクスピア何？戯曲書いてるわ、戯曲。もうそのせいでボタン間違えた。作曲、戯曲家で作曲はして。
難しい。めっちゃ簡単。めっちゃ簡単なのになった。勝った。僕が終わったら勝った。おいーマジで怖かったよかった。なんか3人来てる？おお。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってて。あ、え、なんで？あ、コットン、タスク勝ち。おお、あ、タスク終わったんか。やばいやばいやばい、これはやって、あ、あ、あ、負けちまったー。危ない。あ、ほんとだよ。え、誰と誰だった？ネネチとコーネ。あー、あ、コーネだった。ネネチコロだったんだ。そうだったんだ。シェイプシフター使うときにコヨちゃんだとなんか言い訳されたとき苦しくなっちゃうから、ロボ先輩ならいけるかな。そうだよ。コヨちゃんが釣れたんだ。コヨちゃんがマジで強いけど、いつも通り。いやいやいや、コより強いな。いや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 、白髪はね、誰や？誰だよ。またね。やめて、シェイクスピア。あー、そ、これこれ。Oh shoot, I even I get the most annoying one. Okay, 一番めんどくさいやつきた。またクルーですね。でもクルーの時の方がさ、疑えて楽しいよね、人。今回のインポスター予想。ロボコクロエ。うんこしてる。違う。ちょっと語弊がありすぎることを言いました。手汗やばい。これでね。あ、なんか今小寄りがいた。小寄りがいたよ今。上に小寄りがいた。絶対やられるこれ。誰か電気をつけてくれ、頼む。誰か電気をつけてくれ。ありがとうね。あれ、こっちなんもないんだった。そうな。わ、やばい、こっち入ってんの見たら怪しまれるわ、これ。ねえ、また。やばい、そろそろロボロボ先輩にクリアられるわ。あっぶない、あっぶない。オッケーオッケー。うわ、ねねちやりたい。ねねちやりたいな、これ。シュッ、シュッ、シュッ。ぬぶき先輩が白い。呼んじゃう？いつものとこに。生きてるうちにみんなに会いたくて。ちょっとちょっと小よりさん、小よりさん、どういうことどういうこと。え、なんかタスクしないでさ、コーネのこと見てたでしょ。え、お、そうなの。見てない、怪しまれてない。え、待って、ちょっと見てなかった。え、勘違い、え、これ勘違い女これ。え、いついつ、え、そんなこと言ったら知らんですか。え、見てた見てた、好きすぎて見てたかな。じゃあここが繋がってるってこと。あー、え、怪しい。見てボルカも。死んだら、死んだら見てあげる。ポルポル最悪や。なんで生きてる。あれ、あんまり大変なされたの。なんでこれ、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 嫉妬されたの。嫉妬されたの。あぶねー、あぶねー。あ、また先輩になっちゃうとこだったね。これ殺すの怖いわ。シープシフトもしたくないわこれ。なんか誰か向こう行ってたしな。ちょっと電気室やりたくない？うわー、これ慎重になってるよ。ドアの開け方知ってるかな。さっきのさ、マップとさ違うから、やだやだやだ、怖い。人狼っていうゲームはね、あの、嘘をつくゲームじゃなくて信用を勝ち取るゲームなんだよ。しかも最初の死亡者、これこれ死んだら見てくれるんだろ。ナイス。怖いよ。ポルポルが見られたいとか言ってたから、見られたいイコール自分のそばにいてほしい。要するに、おー、ポルポル
じゃあシェイプシフトしようか。せっかくだから。せっかくだから。あー、ちょっと待って。よし、あ、連携技ね。ハーブキさん、違いますよ。だったら通報しねえですよ。今はですね、いや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 、そういうのあるもんね。じゃじゃ最初だって、これはね、違う違う違う女、ちょっと止まって。でもこれはダブルキルですね、多分。いや、ダブルキルだね。さっき通報がある、通報がある、ちょっと前にバイタル見てた時はみんな生きてたんだよ。あ、そうなの。違うよ、単純にタイミング良かったんよ。あの入り口の境界線で死んでたんですけど、からあの電気室に電気つけてた。確実にコーネ先輩が化けてるアイリス先輩を見てたんだ。待って、僕結構ちょっとねねに言わせて、ねねに言わせて。うん、電気室に電気つけに来たのねねとコーネちゃんしかいなかったよ。え、ロボコ先輩いましたよ。え、いたいた。え、もっとパラダイスもいなかった？いなかった。いなかった。なんかどんどん増えてくる。嬉しい。あれ、ごめんごめん。怖いことじゃあ、なんでもないかも。え、待って、閉じ込められたよね、一回。あ、そう、閉じ込め、なんか4人、4人で閉じ込めたかも。え、電気室にいたのはパラダイスだよ。すごい、こんなみんな饒舌なことあるんだね。パラタンっていたっけ、電気室。アイリス、大丈夫か？え、待って、黄色い人、パラダイスだよね。うん。黄色い人はパラダイス。うん。パラダイスは電気室にいません。自分で関係してるんだ。え、じゃあ待って、シェイクスピア、シェイクスピア、シェイプシフターキャッチャー。そうそうそう、シェイプシフターで電気室に来ないって思ってた。研究室にいた人、誰かいる？右側に。私は研究室にいました。もう一人いるはず、研究室いるの。え、それがポルカなんじゃない？ポルカ、ポルカ、え、ポルカは違うよ、研究室にいたけど。え、でもポルカ、ポルカ、ポルカ、見たろえ、クロエ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 とアイリス先輩で死体な、ポルカの死体見たのはコユちゃんじゃないの？じゃあ、私もユズ死体見かけてないです。電気室、その研究室の隣の部屋にいました。大混乱やな。じゃあアイリスちゃんしかいないよな。え、コヨ、そんなたまたまいいタイミングに人があれする？待って、蚊帳の外すぎる。名探偵コナンのさ、ゲンタとかそういう部類にも入れてない、今多分。7、オッケー、呼んで呼んで。今怪しいのって誰だ？コヨちゃんとアイリスちゃん。なんでねねちが言ってるの？ねねち間違ってるからちゃんと言うんだけど、コヨミはポルコルの死体を電気室の入り口で見つけたっていう言ってて、で、さっきクロパンが研究室にいたんじゃないのって言ったのね。あれなんで、コヨちゃんがあのポルちゃんを見つけた時に通報した、本当に本当に数秒、2、3秒前ぐらいにバイタルでみんな生きてるの確認してるから、こよちゃんもその殺してみんないるから実際通報もあるって言ってる。ちょっと見てるけど、まあ、だけど、まあ、そう言われちゃうのもしょうがない。じゃあこよりも怪しい。なんで誰が投票した？これダブルキルで死んじゃうんで、呼べる人は呼んでください。わっって言ってます。って言ってますってなんだ。って言ってます、怖いなって言ってます。ね、うちのそういうのが好きだよ。これは守りの一手を今決めようとしてるのではないか。でもどうなんだ、白髪が間違ってるのが研究室に2人いた気がするんだよな。これはもうこっちやろ。いや、ここはさ、もう一丁さ、得意の推理でいきますか。コーネ押せるから、あ、うわっ、これやばいやつ、あ、閉められた。キルできるよ、アイリス。これあれあれあれ、これはやっちゃうか。やっ、あー、シチュ、今ロボコ先輩やろうとしてたか。よこらせ。
りはねねちアリス先輩だと思ってて、待って待ってさっきねねちがこよりに最後に1票入れて、こよりを私は今日してるの1票も何も入れてないよ。ねねねちがこよりを入れて、あれだよ、あの BB のやつの左側を。そうだよ、お前はなんで忘れてたので、結構前の話になるんだけども、一回そのボタンで招集かかった時にねねちと標本室あたりですれ違ってたのよね。で、その時にキルされなかったのよ。いや、それ、超前よ、超前よ。ごめん、待って、こよりとロボロボは誰に入れたん？アイリス先輩に投票しました。とりあえず、なんで？ロボコ先輩とアイリス先輩だと思う。今のでネネチが…え、ちょっと待って、ネネチ、ちょっと待って、もともとなんでネネチが疑われてたの？ちょっと待って。あ、そういう話のやり方とかだったんだけど、ネネチが止めてくれてたなら、ロボコ先輩とアイリス先輩だなってなった。そうそうそう。ボタン、あーなるほどね。ネネチが左担当してるならネネチは白っぽい。でも2人は左やったんだよね。1人やったって最初に。違う違う、それは勘違いのやつで。あ、ほら本当に勘違いのやつ。ええええ怖いやつ。アリス誰？いや、でもアリスちゃんは確定だと思うから、あともう1人。そっか、これ見えるのか。うわー、すごい。え、わかんない今ロボコ先輩はネネチを殺せるだろうと思ってネネチに投票したんだと思うかな。ロボコアイリス先輩やな。あと一人だろうから、こよりはちょっと殺してもらって、あとは若い者に任せて思いっきり目の前で変身をしてるのかよ。それくらいくれちゃうか。もう一人誰なんですか。ちょっと吐いてくれないと困りますよ、こちらも。誰なんですか、もう一人は。発音出しませんよ。いや、わかんない。わかんないよ。わかんない。もう一人誰だか。そんなことないよ。何してえ、ふうちゃんとすれ違ったのさ、超前だよね。あの標本室とかのやつ。え、ねねなのかあれ、ねねなのか。あれ、ねねだったのかな。あー、やられた。あれ、ロボロボ先輩だ。あれ、あ、じゃあこゆちゃんの言ってること本当だったんだ。え、ネネチがやられてるということはやはりそういうこと。ネネチがどこかで死んでいる。ネネチ、停電の最中にみんなどこいた。停電の時電気直してたよ。研究室にいました。なんでね、地震でね。じゃあロボコ先輩だ。え、なんでなんでなんで。ダメだ、もうこれ終わった終わった終わった。ごめんね、ロボコ先輩、ごめんね。あー、それだよ。ネネチがいたんですよ。それそれだよ。それどういうこと。え、でもそれ開きが、え、じゃあ僕の視点吹雪になっちゃうけど。電気で消えてる間にバイタルチェックしたらネネチが死んでて、うわー、ネネチネネチって探しに来て、あ、酸素ルームに。ネネ役に立った。役に立った。ってなった時に普通に電気直しただけだよ、僕。こよりが電気室にいたんだけど、なんで黙ってたの今。え、こよりは研究室でやった後に電気室まで歩いてたら、ロボちゃん、ロボ先輩は、ロボちゃんがロボロボ先輩のシーフシフト、シーフシフトしたのかな。でもさっき言って違ったのは必要なんだよね。言ったら直った。言えば直るよ。そうそうそう、こより。え、じゃあこよりは、こよりなんじゃないかなって。アイリス先輩を、あれ、処刑したという、まあ、事実があるだけって感じですかね。そうだけども、でも最初、いやー、これどっちなのかな。そうそうそう、これ負けるぞ。吹雪がじゃあ、いやでもタスクがちいけるかな、雇用になるのかなって思ったんだけど今。雇用最初からそのクロタンとロボコ先輩、頑張れ頑張れ。どっちか、ちょっと待って、どうしよう。最初のうまいよ、うまいよ。押したのか、一番最初のさ、コロタンに来た時にロボコ先輩どこ行ったんだ。僕は、おい、マヤポ、え、待って、初めのところは、なんか電気室4人でいたのを覚えてるんだけど、そう、その通報の窓にどこいた。その後、いや、こよりえ、こよりじゃない。まあ、まあ、しょうがないか。わかりました。え、違うの。頑張ってください。頑張って、頑張ってください。あ、逃げるぞ。あ、
私の叫び聞こえたな。ピキューあーなんかちょっと言い過ぎて怖くなっちゃうかなと思って口を少なくしてしまった。え、ね、いや強いからね。全然間違ってるわ。ねえ、強く来なかったからこよちゃんだと思うじゃん。え、でもさ、なんかさ、コンコ用の推理当たってたんだけどさ、うん、何でどうそう推理したのか分かんないまま当ててて、うん、おなんか分かんないけどすげーってなってた。あ、なんかみんないたから電気室にから、うん、なんか2人ってことは死体と犯人だろうなって吹雪先輩に聞いて。守られた。そう思ったけどちょっと行き過ぎて。よっしゃー。お、なお、め、ね、守ったの？守った？すげー、守護天使。そうでしょ。なんかこれ押してロボロボ、これここもしかして、あれ押せる、あれ、あ。ロボロボ聞いて、これ絶対フブちゃんや。あ、バカヤマー。え、これってさ、どれぐらいの間この背中なるんだ。あー、35秒、125秒だったよ。あー、35秒。タスクやってねー。ボレボレあれ、パラダイス押さなかったんだ。あれ、パラダイス。いや、コージ一回押しちゃってたんよ、ボタン。ねえ、離れろ、離れろ、やじゃん。一回パラダイスを殺すようになんか仕向けてたよね。そう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 、見てよと思って他の人。そう、いやでもね、キルがね、なんか間に合わなかった。あ、僕がやればよかった。え、でも勝ったからジージーです。いや、なんかフブちゃんかと思った最後。え、何やねん。たんだよね、守った、守った、一回守ったことに満足しちゃってタスクやってなかった。あれ、ちょっと待って、うちら負けたんだよね、今。勝ったんだよ、あいつ。あれ、なんで勝ったの。勝ったんだ。そっか、勝ったんだ。次、次頑張る、次頑張る。よかった、よかった。